おかえり、サトシ君。お買い物をご苦労様。し、ちょっと黙ってて。遊び道具だからね。おかしい、なんで私のは膨らまないんだ、そういうサトシはできるのか私もやりたい、貸して貸して。見られないよう気をつけてるから。ここならめったに人も通らないから大丈夫よ。それにしてもリンちゃんがくるみちゃんたちの面倒を見てくれるから助かるわ。たくさんお手伝いもしてくれるし、もうずっとうちにいてほしいくらい。そうね、同じ家族として守ってあげないと。はいはい、みんな私も入れて。サトシ、何か手伝おうか？遠慮しなくていいって。私だって簡単な家事くらいはできるんだ。そのキャベツ刻むの？だったら私にやらせてよ。千切りは昨日陽子さんに習ったばっかりだからバッチリ。の方はマシだったもん。今度こそちゃんとやるから代わって。任せて。刃物の扱いには昔から慣れてるなんて冗談に決まってるだろ。刃物なんて今まで持ったことないし、料理も初めてやってみたけど意外と楽しいな。そっか、それじゃあサトシを目指して頑張ってみるか。ああ、いいよ。
私が出る。もしもし、あ、その金森です。はーい、お待たせ。誰から？アメジストってところからです。女性の方でした。あ、はいはい、スナックからね。そう、何度か慌ててたみたいだったけど、それよりさ、ちゃんと聞いてた？私が金森ですって言ったの。どう？何か思わなかった？わかった。次から無視する。そういうこと言ってほしいんじゃないのに。バカ。別に、どうせ私はワシオで、いつまで経っても金森にはなれませんから。サトシくん、困ったよ。あのね、今夜いきなり団体のお客さんの予約が入ったらしいの。それで人手が足りないかもしれなくて、サトシくんも来れないかって聞かれちゃった。うん、途中まででもいいからお願いね。本当に？よかった。多分だけど。まあ、頑張ろう。あの、陽子さん。だったら、私も手伝っちゃダメですか？何ができるのかわかりませんけど。いいの、いいの。凛ちゃんは気にしないで。気にします。サトシも陽子さんも大変そうなのに、私だけじっとしてるなんて。私、お世話になってばかりですから、ちょっとくらいお返しがしたいんです。私のことは絶対バレないようにします。だから、手伝わせてもらえませんか？金森家の鉄則、家族が大変な時には助け合う。でしたよね。私も、家族だって認めてもらえませんか？うん、確かに来てくれれば助かるんだけど。どうしよう、サトシくん。あ、大丈夫。任せておいてほしい。決まったわね。それじゃあ二人とも期待してるからね。みんなで頑張ろう。はい、頑張ります。ねえ、二人とも兄弟なんだって？あんまり似てないな。というか、妹さんの方よく見たら、今流行ってるリンってアイドルに似てない？あ、それもよく言われますけど、違うんです。私の名前は金森ゆいです。そうだよね、お兄ちゃん。おう、あんなの外した。熱すぎるもん。みんな酔ってるし、似てるってことでごまかせるって。お兄ちゃん、何二人でコソコソ喋ってるんだい？ごめんなさい。お兄ちゃん、ゆい怖いよ。それもそうか。というか、あのリンって子、なんか熱愛とかで騒がれてるらしいじゃん。いいよね、みんな彼氏だ恋人だって。それに比べて私はここ最近ずっとフリー。ね、私のことどう思う？
そんなに魅力感じない？そっか、なかなかいいこと言ってくれるじゃん。ねえ、よかったら今度二人きりで会わない？いっぱいいいことしてあげるよ。お兄ちゃん、何デレデレしてるのかな。お兄ちゃんにはちゃんと彼女がいるもんね。だから浮気なんてしたらダメだよね。そっか、冗談だから気にしないで。お兄ちゃん、これ以上お客さんにデレデレしたらゆい許さないからね。二人とも、ちょっとこっち手伝って。うん、それじゃ行こ。お兄ちゃん、誰も私のこと気づかなかっただろ。ただ似てるだけ。私は人見知りの妹だろ。そうだよね、お兄ちゃん。まあみんなそこまで深く考えてないって。心配するな。それよりちゃんと陽子さんの力になれたみたいだし安心した。こうやって少しずつでもお返しできればいいんだけど。そんなのわかるだろ。私の勝手でみんなに迷惑かけてるんだ。だからそのお返しってこと。まあこれくらいじゃ全然足りないと思うけど。甘えられる家族。それじゃあさ、今私が甘えたいって言ったらちゃんと甘えさせてくれる？そんなんじゃ足りない。こうしたらなんだか分かってくれる？頑張った甲斐があった。はあ、こんなことじゃ私明日もいっぱいサトシに甘えちゃうかも。うん、恋人は家族も同然だもんな。金森、お茶のおかわりをもらえるか？いいよ、サトシ。私が行くから。というか、これぐらい自分でやってください。サトシだって暇じゃないんですよ。金森には優しいんだな。そんなの当たり前じゃない。リンちゃんはサトシくんのこと大好きだもんね。陽子さん、そんなこと別に言わなくても。もはや凛ちゃんはうちにはなくてはならない存在なのよ。家事も手伝ってくれるし、くるみちゃんの面倒も見てくれて、ほんといいお嫁さんなんだから。お嫁さんってそんな、私はまだそんなの。タオルっと。うん、ますますこの家は賑やかになったようだ。どれ、わしおが家事を手伝っているならば私も何か手伝うとしよう。気にするな、
じっとしていてはまた君のお嫁さんに怒られてしまうからな。だから私はまだお嫁さんなんかじゃ。お待たせ。ありがとうございます。すぐ片付けます。どうやらしばらくはお茶も入りそうにないしな。よし、では買い物に出かけるとしよう。メモはあるか。わかった、では行くとしよう。わしおの着替えなどは買わなくてもいいのか。下にもか。そうか。でも驚く話だな、緑風院に通うお嬢様が金森の家でそんな生活をしているなんて誰も思わないだろう。今日まで。ああ、そうだったのか。では寂しくなるな。そういえば、あの熱愛がどうとかいう話はどうなったんだ？そうか。ならば心配しなくても大丈夫か。藤野君、ということはもう鷲尾は仕事に向かうのか。ああ、心配するな。先に凛に渡しておくものがあっただけだ。さっさと上がらせてもらおうと思っていたんだが。みんなでおままごとしよう。ありがとな、助かったよ。わかった。おっと、荷物持つよ。ファンレターというやつか。さすがは凛ちゃん、人気者ね。この量どう思う、リン？かなり減ったな。間違いない。少し前までこの倍の量は届いていた。ちなみにこれは全部例の記事が出てから送られてきたものだ。うん、つまり騒ぎになってから鷲尾のファンが減ったということか。熱愛っていうアイドルにとっては敏感な話題でしたから、ある程度予想していました。みんな凛ちゃんのことが好きだから仕方ないのかも。あまり気にするな、凛。ショックかもしれないが。ショック？なんで私がこのくらいのことで。別に何とも思わない。ファンレターもまだ届いているんだし。ん？なんだこれ、珍しいな。差出人不明か。あ、ありがとう。あら、何かしらこれ。どうしたんだよ、急に大声出して。サトシ？
それって、まさかそんな…カッターナイフの刃だな。昔からよくある手だな。嫌がらせには最適なやり方だ。リン、悪いがその手紙はこちらが預かる。事務所として動く必要がありそうだ。動くって、犯人探しでもするつもりか？だったらそんなことしてもらわなくて結構だ。こんなつまらないことで私がうろたえると思ったら大間違いだ。こんなの昔から経験してきたことだ。誰かに嫌われたり嫌がらせされたりするのなんてとっくに慣れてる。だから昔からよく会ったってだけの話。誰かが私の実家のことを知って逃げていったり避けるようになったり。子供の頃私は一度友達を全員失ったこともある。やっぱりそれも凛ちゃんのご実家のことで。ええ、私もまだ自分の家が他とどう違うかなんてわからなかった頃の話です。私にも友達がいて楽しく過ごしていた時期があったんです。それがある時実家のことがみんなにバレてしまって、あっという間にみんなが私を避けるようになりました。友達なんて一人もいなくなって、ずいぶん陰湿なこともされてきましたよ。だからこんな手紙の嫌がらせなんて可愛いものです。それ以来友達なんて欲しくなくなった。一人で生きていくって決めたんです。それを考えると今はこうしてサトシたちと一緒にいる自分のことが不思議です。よかったじゃないか。無理して一人でいるよりもその方がずっと。無理なんてしてませんよ。だったらどうしていきなりそんな話を始めたの？思い出しちゃったんだよね、辛かった昔のこと。私たちのことを心配させたくなくて強がってるんだよね。違う？違います。私はただ…大丈夫、凛ちゃんは一人じゃないからね。凛ちゃんにとっての一番はサトシ君かもしれないけど、私たちだって凛ちゃんのことが大好きだから、凛ちゃんのこと一人になんてさせないから。安心して、凛ちゃんにはみんながいる。みんな凛ちゃんのこと大好きだから。陽子さん、よし、じゃあいつものあれやってみよう。せーの、グー。ほら、リンちゃんも。わかりました、やります。グー。声が小さい、もう一度。グー。さすがは陽子先輩だな。だが、あの人のおかげで助かったよ。凛も少し元気を取り戻したようだからな。それじゃあ、行ってくる。ああ、
覚えてる。また演劇の練習に付き合ってくれるんだよな。明日か。あのさ、今日じゃダメ？そういうこと。できたらあと一日だけ止めてほしい。本当に今日だけでいいから、お願い。ありがとう。それからさ、もう一つわがまま言ってもいい？今日のステージ無事に終えられたら、そのギュッてしてほしい。頭とか撫でてくれたらもっといいかも。指切りか。ごめん、今はちょっとやめておく。あ、でも嫌って意味じゃないから勘違いしないで。サトシに抱きしめてもらうためにも絶対頑張ってくるから。行ってきます。